コインを探すなら石灰コインへようこそ。皆さんこんにちは。こちら株式会社石灰コインの長です。いつもお世話になっております。本日により英国ロイヤルアルバートホール開館150周年記念するため発行された特別版の5ポンド金貨の最高鑑定品を入荷されました。ロイヤルアルバートホールの記念行為の普通版は3月23日当日英国王立造幣局の公式ウェブサイトロイヤルミントにより7分間ぐらいで完売され、その特別版は普通版のように公開発売ではなく、特別コインに興味あるお客様向けリンクでお客様の問い合わせを受け、問い合わせされたお客様のみに購入チャンスを与えます。特別版コインの発行枚数は、210枚でKCD 発行限度数は200枚になってますので、問い合わせされたお客様全員これを購入できるとは限らないのです。日本では弊社以外、唯一このロイヤルアルバートホール記念コインを販売するコインショーは1社だけだそうです。そちら様のネットショップではロイヤルアルバートホールの特別版の記念コインが未鑑定の状態で78万円で完売されました。弊社ではそのアーリーリリースバージョンがつけているロイヤルアルバートホールの特別版コインの最高鑑定品を60万円から販売する予定なんです。ぜひお見逃さないでください。ロイヤルアルバートホールはスポーツ習得の本拠地であり、芸術的科学的卓越性から150年間にわたり英国だけでなく世界で最も有名な会場の一つとしての評価を得ています。偉大さの代名詞であるロイヤルアルバートホールはファンとパフォーマーの両方から敬愛されており、1871年に建立された頃と変わらず人気があります。今回この見事な記念英国5ポンドコインで象徴的な会場の歴史的な150周年を祝うことができます。この娯楽施設をロンドンの歴史的な場所、そして比類なき遺産として称えるため、英国王立造幣局はこのコインを作りました。コイン自体は自然をイメージした建築を専門とする30年以上の経験を持つ熟練したアーティストであるアン・デスメット氏の見事なデザインを採用しています。コインに関する紹介は以上になります。ご清聴ありがとうございました。いつも申し上げてますが、新規会員登録して当社のネットショップで注文なさる際、クーポンコードチリを使っていただくと特別の割引差し上げますので、どうぞご利用くださいませ。ここまでご覧いただきありがとうございました。